紫輝くんの VUITTON 可愛かったですね。すでにソールドアウトみたいですよ。さすがの訴求力。紫輝くんは本当に LV を着こなしてますね。とても自然です。ファッション業界における革新的な一歩として、日本の人気アイドル、平野紫耀がルイ・ヴィトン、LV のブランドアンバサダーに初登場しました。これは、彼が民放テレビ番組に初出演し、初披露曲、ゴートを披露した直後の出来事です。 彼はそのステージで一連の LV の服を自信を持って着こなし、視聴者たちを魅了しました。この驚きの一部は、平野仕様のオーバーオール姿が非常にキュートであり、彼のファンにはたまらないものでした。彼はまさに、どんなスタイルでも華やかにまといこなす才能を持っていることを証明しました。一方で、注目すべきはその衣装のディテールです。 例えば、インディゴブルーのデニムジャケットは、ジャカード織りのモノグラムクラッキーモチーフが施され、カラフルなディテールが際立っています。また、LV の象徴である花柄やロゴが、シャツ全体に織り込まれています。この洗練されたデザインは、コーディネートをエレガントかつ快適に仕上げます。LV からの最初の注目すべきアイテムは、彼が着用したインディゴブルーのジャケットです。 このジャケットは、モノグラムクラッキーモチーフがジャカード折りで施され、カラフルなディテールが際立っています。また、スウェード素材で作られた LV の花のモチーフやロゴなど、ブランドの象徴的なディテールが随所に施されています。このジャケットは、エレガントでありながらも快適な着心地を提供し、パンツやオーバーオールとのコーディネートにも最適です。さらに、価格の観点からも興味深い要素があります。特筆すべきは、 完璧な仕上がりとスタイリッシュなデザインにもかかわらず、LV のジャケットの価格が61万5000であることです。これは、高級ブランドが持つ価値と品質に対する一つの指標と言えるでしょう。さらに、注目すべきアイテムとして、ウォッシュドインディゴデニムオーバーオールがあります。これらのオーバーオールは、遊び心のあるジャカードモノグラムクラッキーパターンでデザインされ、スウェードの LV パッチが施されています。 リラックスしたフィット感と洗練されたデザインで、週末のカジュアルなスタイルに最適です。そして、ファッション愛好家たちにとっては朗報です。今回の登場により、LV の新作アイテムが注目を浴びることとなりました。例えば、60万4700という価格で提供されるオシュド、インディゴ、デニム、オーバーオールは、遊び心のあるジャカード、モノグラム、クラッキーパターンやスウェードの類、ビトン、パッチが施され、 リラックスしたフィット感を提供します。これらのアイテムは洗練されたスタイルを求める人々にとって週末の外出やカジュアルなイベントに最適です。最後に LV からの新作として195,800で提供される LV、スケート、ライン、スニーカーが登場しました。1990年代のスケートボードシューズを彷彿とさせるデザインとモノグラムパターンが特徴で 快適性を高めるテクニカル、ライニングが施されています。これらのスニーカーは、花柄のモチーフがあしらわれた2つのカラーウェイで提供され、スタイリッシュな外観と快適な履き心地を両立しています。モノグラムの花のモチーフが施されたテクニカルライニングと、大きめのクッショニングが快適性を高め、スタイリッシュな外観を演出します。平野仕様の LV ブランドアンバサダー就任は、ファッション界に新たな息吹をもたらし、 ファンやファッション愛好家たちに幅広い選択肢とスタイリングのアイデアを提供しています。これからも彼のファッションへの貢献に期待が高まります。ファッション業界においてアーティストや俳優がブランドのアンバサダーに就任することは珍しいことではありません。しかし最近日本の人気俳優である平野紫耀がルイビトン LV の新しいブランドアンバサダーに任命されたことはファッション業界において大きな話題となっています。 平野紫仕様は民放テレビ番組に初出演し、新曲、ゴートを披露するなど、LV とのコラボレーションをスタートさせました。彼の LV コラボレーションは、SNS 上で特に注目されています。なぜなら、平野紫仕様が着用する LV のアイテムは、彼の愛らしいキュートな魅力をさらに引き立てているからです。彼は文字通り、どんなファッションでも着こなすことができるという点で、ファンやファッション愛好家から絶大な支持を受けています。